京の小谷村です。例年この時期は村の中心部でも1メートルほどの積雪がありますが、今年はほぼゼロです。小谷村伊織地区の冬の特産といえばこちらの畑にある雪中キャベツですが、今年は雪不足のためか青々とした葉っぱが覗いています。根をつけたまま一定期間雪の下に寝かせた雪中キャベツ、甘くみずみずしいキャベツになり、都会でも人気の特産品です。雪の多いシーズンは重機で掘り出しますが、今日の畑は雪が溶け、ほとんどのキャベツが顔を覗かせていました。伊織集落は15年ほど前から雪中キャベツ作りに力を入れていて、今日は阿部知事が視察に訪れました。これね、芯が美味しいんだ。美味しい。ありがとうございます。やっぱ明らかに味は変わってる。変わってますね。変わってはいますけどね。まあできれば本当はご時世ぐらい木かぶってくれればよかったんだけど。JA や村は雪に覆われて2週間以上のものを雪中キャベツとしています。年末年始の2週間ほどは雪に覆われたため、今のところ出荷や品質には影響はないということです。雪は少ないですね。もうちょっと欲しいんですけど。今後、雪に覆われていない葉の部分は凍ったり溶けたりを繰り返し、傷みやすくなることが心配されます。さらに雪に覆われていないことで思わぬ被害も生じています。雪が少ないもんで鹿とかが食べちゃって、逆にそういう被害の方が大きいですね。今週末には人気の収穫体験ツアーが予定されており、住民は雪を期待しています。ちょっと雪がもう少しあれば雪を掘りながら、でみんなに食べてもらうっていう、もう少し雪があればありがたいんですけど、ちょっとねその辺が